what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.
しみですね。はい、初戦の段階でね、勝ち点を取るというのが大きなポイントになってきますから、両チームとも最初から飛ばしていってほしいですよね。そうですね。そして本日のピッチレポーターを紹介しましょう。ローラン・ダバディさん。ダバディさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カストロ、フォワードとしてプレーします。本日の主審はルカ・ミシアーノさんです。さあ、キックオフ。リーグでは30分が過ぎようとしています。北山、左へ出した、パスをつないでいく、左サイド駆け上がっていく、ゴール前を狙っていますと、ここまで来た。ここはなんとかクリアです。クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。いや、しかしいい戦いしてますよ。そうですね、強すぎたんでしょうか。絶好の場面、もったいない。チャンスですよね。もったいない感じですね。ストリーム、ヨウガ、プレッシャーをかけます。取りません。今前半の40分です。少し出してダイレクトで出す。読まれた。いいですね。コース先読みしましたよ。良い守りです。ちょっとよろしいでしょうか。ロスタイム4分あります。なるほど、4分ですか。思ったよりありましたね。ここで激しい、来た、弾いた。ここはよく守りました。おっと、長い笛。前半が終了します。さて、北澤さん、前半を振り返っていかがですか。そうですね、モヒキャン、相手の守りにやられたように見えますよね。そこを後半どう切り崩していくのか注目したいですね。後半がスタートしました。北
北澤さん、はい、フレンチオールスターズ、ここからはどういったことに注意しなくてはなりませんか。そうですね、もう少しラインを高くしながら全体を仕上げていかなければいけないと思います。クートアスボールキープしています。あっと繋がった、横へ運んでいきます。ボールを回します。右にさばいて一瞬中を見た、細かいボールの奪い合い、頭でくる、うわっと決められない。アムイリガロ、いい攻撃を見せました。いやー、いいボール入れましたね。固まっている、いいディフェンスを見せます。いくか、左へ出した、競り合います。縦へのロングパス、通らない、綺麗に通りました。後ろへ下げる、ゴール前を狙っています。いいところで受けた、後ろへ預けた、ここで奪い合う、一旦受ける。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。アライワの回、サポーターの目の前で得点できるか。本当ですね、ここで1点入れてほしいですよね。ヘムケス、ここは大きく外しました。ここはボールを下げました。今後半の40分が経ったところ、ヒメレス、うまくコースを塞ぎます。これは突破できない。フレンチオールスターズ、今のところ0対0。だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが、はい、運動量も増えてきましたね。際どいボールでした。ロスタイムに入りました。しかし全両者無得点のまま、競り合った、帰れば勝ち、放った、しのい、シーンが見られましたね。はい、間の時間帯になりましたよね。いや、ここで試合終了。ウィールジャパン、リーグ初戦は黒星スタートとなりました。ロスタイムでの出来事。